また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのは随分昔だろ。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。頭を働かせてみろ。そんなに分かりにくかったか。だから大マハマトラと大マハマ…ティナリー、セナー、こっちこっち。はあ、助かった。この人は？スクロースだよ、師匠。スクロースはセピロス騎士団の錬金術師なんだって。今知り合ったんだ、スクロース。こっちはティナリ師匠。私の師匠なんだけど、優秀なレンジャー長で、その上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。大げさだよ、これ。はじめまして、僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。はじめまして、ティナリさん。よろしくお願いします。うん、師匠はすっごく博識なんだ。ねえ、こっちがスメール教練員のダイ・マハマトラで、セノ様。またまたすごい人だよ。よろしく。先に言っておくが、今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもというならさん付けでいい。そう、大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし、スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？大丈夫だ。仕事はルカと非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。あ、なあ、そういえばスクロースも。コレイさんも気づいた？実は天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。スクロース、天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。うわ、アルベドも来たのか。なんだか賑やかになってきたぜ。うん、スクロースの主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ちょっと待った。早速オイラにはわからない話を始めるのか？あ、ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか。新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問、コレイは旅する音楽家だ。すごく面白い。アビディアの森の冒険者たちも暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、少なくともお腹を壊したりはしない。ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん、道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。わかった。ただ、水を差すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには、
大量の実験データが必要だから、全体で研究開発にどれくらいかかるかは予測しにくいの。それに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると、みんなが戻るまでに間に合うかどうかわからない。では僕も手伝おう。アルベド先生、今さら横から口を出してすまない。毒キノコの解毒剤のことだろ。もし手元にサンプルかその他の資料を持っているようなら、後で僕に見せてくれるかい？そうだ、その前に3人ともこれを見てほしい。旅行プラン？アルベドは隣でずっとこれを書いてたのか？オイラ全然気づかなかったぞ。とんでもない。冒険者と技術顧問、音楽家の皆さんは遠路はるばるいらっしゃって専門知識の交流をしていたところだったのに、そこに割り込むなんて失礼したね。とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな？お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない、完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。オイラまでタダ飯が食いたくなっちゃったぜ。ないからこそたかるんだろ。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。そうだな、僕たちも料理してみたいかも。会食のところをピクニックに変更するのはどう？テントハリ、手伝うよ。私も手伝う。オイラはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。よし、それで行こう。僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方、湖の岸辺で会おう。